いやそれがさ、まあ、関係ないんだけどさ、うん、一昨日よ、うん、いやなんかちょっと飲み行っててさ、うん、ねで夜中の2時半ぐらいに帰って、うん、寝る前になんかちょっとなんかムカつくななんかね気分が悪いな腹痛いなと思って、どうした何食べた、うん、でまあまあ寝たわけよ、うん、そして4時ぐらいにさこの味噌落ちんところがさ、うん、そんなものすごい、あのほら、まあ、雪目になったじゃん、この番組のせいで。あー、なったなった。あの時ほど痛くはないけど。あの時の方が痛いけど。でも、水、いでででででであってなったわけよ。で、なんだこれと思って、胃薬とそのロキソニン飲んでさ、まあ、これで治るだろうと思って、そっからもう全然治んなくてさ、辛い。もう朝8時ぐらいもう耐えられなくて、で、病院行ったらさ、アニサキスよ。大変じゃない。要は寿司食って、その寿司の寿司食ったの？前日ね。で、その寿司の中に入ってたわけ。大変じゃない、それ。あいつの破壊力半端ないね。だってこれバーって出てきちゃうんでしょ？出てこないわ。エイリアンじゃないよ。何と勘違いしてんの？これぐらいだよ、でかさは。で、細いあの糸くずみたいなもんよ。いやここにいるだけで、もうあのほら、俺の糸が食ってるからさ、出血して。うわー、怖い。いいだなって、それでさ、これはもうちょっと胃カメラで撮りましょうみたいな話になって、俺いつもほら、人間ドックの胃カメラってさ、全身麻酔やってる時に、わーってやっても終わってっからさ、うん、何も痛みも何もないわけよ。で、あ、すいません、今日は全身麻酔とかじゃないんで、我慢していただくことになります。あ、そうなんだと思ってさ、で、まず鼻から入れようとしたら、なんか俺、空洞が狭かったんだって、両方とも。絶対無理。鼻の方がきついもん、俺も。でも、ね、鼻の方が楽なんだって。でも、ああ、上さん、すみません、ちょっと鼻細いんで入らないんで、じゃあ口からお願いしますなんて、マウスピース加えさせられて。いやー、つらい。うわってやってるけど、俺、初めて、あの、麻酔なしの胃カメラやったから。いや、つらい、つらい。ね、あれ、半端ないよ。ってなる。もう、マジで。いや、もう、俺、アニサキスも一生付き合っていきますわ。これやめてくれと。言うぐらい痛いのよ。で、分かる分かる。でもその医者がさ、なんだろうな、俺も48だよ、うん、この間48になったんだよ。俺を幼稚園児だと思ってんのかな。あら上手ですねーって言ってさ、分かる分かる。そうなるよね。ずーっと俺をこうやってさすりながらさ、もうたまに頭さすりながらさ、はいね、はい、今ここはいちょっとグッと飲みなさい、あら上手ですねーってさ、俺こう舐められてんのかなと思ってさ、こっちはわーわーってさ、いや大変だったよ。それで撮るの？そうそう、胃カメラの中、多分先っちょになんかこういうなんか多分掴むやつがあるんだろうね、きっと。でそれ掴んで出して、何なんかこういうカプセルみたいなの入れてさ、よかったら持って帰りますいらねえ。何で俺アニサキス持って帰ってまた食べちゃった。うわ、いらないいらない、そんな天丼いらないから。いやしんどかった、ね、アニサキスしんどいよ、あれ。あれ何、虫？虫虫、まあまあ寄生虫みたいなもんだわね。でサバ、なんか聞いたらなんかね、あサバか、サバ、いや俺があのサバにいたかどうか分かんない、今回は。でもサバはね、もう内臓にほぼ 100% いるんだって。それがなんかサバの鮮度が落ちてくると、内臓からこのね外の方に出てきて、なんか聞いたら寿司こうあるじゃん、うん、この辺にこういたりするんだって、こう端っこの方に、だからよく見ればアニサキスはあいるじゃんって言って取って食べて、食べていいし、なんだったら今度、いやその医者が言うには、皆さん今度からね、お寿司はよく噛んで食べてくださいって、そしたらアニサキス噛みちぎるからそれで悪さしませんかって言うと、いや俺アニサキス別に飲み込みだからないから、よく噛んで大将アニサキス何握ってもらおうとしてんの。いいの入ってますよ。マジ結構ヘビーめ。いやだってね、あのなんか寿司をほらそんなよく噛んで食べるってこともないじゃん。ちょっとね、寿司こうさパッともう一口でね、ふわふわっていうのがね あるからね。あれ半端なかった。いや痛い痛いけど、雪目の方が痛い。あっちの方が痛い。俺絶対ここのスタッフ訴える。